トラカイ登場、トラカイ登場、リトアニア語、トラクソロスピーリースは、リトアニアのトラカイ、ガルベコ城に浮かぶ島の上に建てられた城の名称を。トラカイ城、トラカイ城とも表記する。城は時折、小さなマルボルク城と呼ばれる。石像の城の建設は中世リトアニアの君主、ケストティスにより始められ、1409年頃に、彼の息子であるビタウタスにより春工へと至った。 彼は1430年にこの城で亡くなっている。トラカイはリトアニア大公国において中心的な場所であり、城も戦略的に大変重要な位置にあった。トラカイ登場はいくつかの段階を経て建設された。14世紀後半に建てられた第一段階では、城がケストティスの命により、ガルベ湖上の三つの島の中で最も大きい島の上に建設された。 トラカイ登場の建設は、トラカイ半島城の拡張と補強に関連していた。ケストティスは、自身の住居と宝物庫を、このトラカイ登場へ移動させた。1377年に行われた、ドイツ騎士団による攻撃で、城は大きな損傷に見舞われた。ケストティスの暗殺の後、リトアニア大公の地位をめぐって、ヨガイラとビトフとの間で、権力闘争が始まった。 その際、城は双方から包囲されている。双方の和解が成立したすぐ後に建設の第二段階工事が開始され、1409年まで続けられた。この段階は城の歴史において大きな発展であったとみなされている。ドイツ騎士団との急戦中、建設工事は騎士団の石膏、ラディケにより指揮されていたと思われる。 これは1410年のグルンバルトの戦いから4年前の出来事であった。建設の第2段階工事中、2つの建物の横部が加えられ、南側に6階建て35メートルの天守閣が建設された。この天守閣には建物と選手楼を分ける稼働の門が取り付けられていた。天守閣は様々な用途に使用された上、別の防御用建造物として機能し、 礼拝堂や生活住居も備えていた。また、校内の庭にあった多層の公爵宮殿と繋がっていた。この庭には内部の壁周辺に木製の回廊があり、これらは宮殿内部へ入らずに様々な支援物資を運搬するため使用された。南側宮殿の南翼部分全体は公爵広間として使用された。この広間は10メートル21メートルの広さで、 リトアニア国内にあるビリニュス城の上の白部分がこの広間をかろうじて上回るほどある。公爵広間はその装飾などがありのままの姿で保存されてきている。建設の主要な素材にはいわゆる赤いゴシックレンガが用いられていた。石製のブロックは建物の基礎と建物上部、塔と壁にのみ用いられている。城は様々な様式で装飾されており、 これらには、ガラスのタイル屋根や焼きレンガ、ステンドグラス窓が含まれている。建築の第2段階工事後、全体の様式は、ロマネスク様式を含んだゴシック様式の印を有していた。15世紀初頭に行われた、千手楼の拡張工事は、トラカイ登場の造成の第3段階となった。千手楼の壁は、回廊が取り付けられ、2.5メートルの厚さに強化された。 三つの主要な防御塔は隅に建設され、南側の塔は牢屋としても使用された。構内にある塔の頭頂部は兵士に向けて作られ、多くの大砲を有した。中心となる門楼は、公尺宮殿と同じく可動式の門が設けられた。この門楼は回廊用に新たな区画を設けて補強されている。また、内部の壁の近隣にはいくつかの建物が建設されており、 この中には、馬小屋や、調理場等が含まれている。15世紀に城が拡張されていた際、ガルベコの水面の高さが、現在の高さよりも、数メートル高かった。城の建築者たちは、小さなボートが通れるくらいの幅で作った堀により、公爵宮殿と、千種楼を分けて、湖を利用していた。これらは、敵の襲撃の際に起立させられるもんで、接続されていた。 リトアニアとポーランドの軍が、リトアニア対抗国の第一の敵を打ち負かした、グルンバルトの戦い後すぐに、トラカイ登場はその軍事的重要性を失った。城は住居として機能が転換され、内側から新たに装飾が施された。壁にはフレスコ画が描かれたが、これは現在もその一部が保存されている。また、公尺宮殿には諸外国の特使たちも招かれるように、 なった。1413年から1430年まで、ヨガイラが城を実に13度も訪れたことが知られている。リトアニア大公国大公ビトフトは1430年に、この城で亡くなった。その後ジグムンと2世の統治下においては、城はルネサンス様式に装飾され、短期間のみ、王室の夏の住居として機能した。14世紀から18世紀にかけて、 リトアニア大公により作られた文書の集積、リトアニアメトリカは1511年まで城で保管されていた。後になって城は牢獄として使用された。しかし17世紀に巻き起こったモスクワ大公国との戦争で城は損壊され再び建設されることはなく、徐々に後輩の一途をたどった。19世紀中、城の再建計画が準備された。 その元からあったフレスコ画は、ビリニュスの画家ヴィンセンタス・スマカウスカスにより保存、復写が行われた。また、考古学委員会も、1888年に、城の残骸の調査に着手した。1905年、ロシアの権威たちは、廃墟となった城の一部を復元することへ決定を下した。第一次世界大戦中、ドイツ人が専門家を送り、城の修繕を、 幾度か試みた。1935年から1941年にかけては、公爵宮殿の壁の一部が補強され、南東に位置する選手廊の頭部分とその壁の一部が復元さた。リトアニアとポーランドの建造物保護主義者たちも建設工事に当たったが、戦争が熾烈を極めるにつれて、工事は中止された。第二次世界大戦後、 大きな再建計画が1946年に開始され、1951年から1952年にかけて工事が盛んに行われた。再建工事の大部分が終了したのは1961年のことである。城は15世紀の建築様式で建設された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。